もときはい、どうも、末延時です。私はですね、今日は新潟県は加茂市にやってまいりました。今ですね、雪椿祭り開催中の加茂市なんですけども、なんとですね、すごいたくさんの鯉のぼりが加茂川の上をですね、泳いでいるという情報を聞きつけましてですね、やってきたわけでございます。ちょっともう見えてますよね。すごい数でございます。ちょっとじゃあ、行ってみましょうかね。どうしましょうかね。鯉のぼり、上から見るか、下から見るか、川に入ってみるか、どうしましょうか。じゃあ行きましょう。やめよ。羽ばたけよスワンダイバより高い鯉のぼり、大きな孫いはお父さん、小さい肥ごいは子たち、面白そうに泳いでる。いや、すごいでしょ、皆さん。なんとね、約500匹の鯉のぼりが泳いでます。ね、ぜひ皆さん、感染症対策をして、観覧マナーを守って、ぜひ鴨市に遊びに来てください。いや、すごいっすよ。うん、生で見るべきですね。はい。